約15年ぶりの再会。仕事の休憩時間に突然現れたのは、中学生の時付き合っていた元カノだった。久しぶり。そんなありふれた会話をする前に、彼女からは衝撃的な言葉が発せられた。高校に進学しなかった人って底辺の仕事に就くのね。初恋とも言える彼女から15年の時を経てこんなことを言われるなんて。呆然とする僕をよそに、彼女は連れている男性を紹介しながらさらに言葉を続けていた。彼、私の婚約者なの。慶応大学卒業で、高学歴な上に実家も名家なのよ。それに比べてあなたなんて、どうせろくな職についてないんでしょ。婚約者の自慢と僕への見下しが止まらない。なんでこんなこと言われなきゃいけないんだ。反論しようとしたその時、いい加減にしてくれ。この方を知らないのか。反論したのは僕ではなく、意外な人物だった。僕の名前は白石大輝。先日とうとうめでたく30代の仲間入りを果たした未婚の男だ。独り身は楽だし、自分の好きなことに時間を使えるから楽しい。そう思ってここまで来たのだが、最近になって生涯の伴侶となる人に出会いたい気持ちが芽生えてきた。そろそろ婚活を試みてもいいかもしれない。けれど奥手で恋愛に消極的な僕にできるものなのか。そんなことを思っているところである。そんな僕は比較的交友関係も落ち着いている。俗に言うほのぼのとした男なのだろう。今までチャラいと言われたことは一度もない。大勢でワイワイするより数人と静かに集う方が性に合っていた。こういう人格はいつ形成されるものなのだろうか。物心ついた時から僕のこういった人格はその片鱗を見せていたように思う。幼い頃から外で走り回るよりブロックで遊んだりジオラマを作ることの方が楽しくて好きだった。テレビゲームも冒険したり敵をやっつけるようなものではなく、パズルゲームや街を発展させていくシミュレーションゲームを好んでいた。何かを作り上げることに集中する時間がとても好きだったのだ。そんな僕を見て両親は得意な分野を伸ばそうと様々なものを買い与えてくれた。昔は裕福だったのだ。欲しいものは何でも買ってもらえたし、誕生日プレゼントも毎回しっかり用意してくれていた。中でも建造物を模したプラモデルや立体パズルなどは特に楽しかった。しかし、そんな裕福で幸せな環境は長くは続かなかった。両親が離婚したのだ。僕は母親に引き取られることに。しかも父親は海外へと移住してしまったので、簡単には会えなくなってしまっていた。当時小学生だった僕にはこの現実はとても寂しいものだった。僕たちの生活のため、母は毎日しっかりとフルタイムで働いていた。だから僕はおのずと小学校の後の学童保育を利用するしかなかった。しかし何もこの学童が悪いことばかりだったわけではない。この学童を通して一人の女の子と仲良くなることができたのだ。その子の名前は広田アンナ。彼女の両親は共働きだったらしい。いつも学童に一番最後まで残って迎えを待っている子だった。対する僕の母親も迎えが遅い。すると最後、教室には僕たち二人が残ることが多くなるのだ。迎えが来るまで遊んでいるうちに、僕たちは自然と仲が良くなっていった。二人でブロックで遊んだり、オセロをしたり、今日はこれをやろうと
お互いが自分の家からカードゲームを持ってくることもあった。異性といえど、小学生だった僕は同い年の友達ができたことが嬉しかったのだ。ただ純粋に遊びを楽しんでいた。それは彼女も同じだと思う。この時はまだお互いを全く意識していなかった。こんな感じで放課後に一緒に遊ぶことを謳歌していた小学生時代。そんな日々が数年続いた後、僕たちは中学校も同じ公立の中学に進学することになった。学童はないけど、中学でも仲良くしようね。卒業式に寄せ書きを書きながら彼女がそう言って笑ったのが、とても印象的だった。そして晴れて中学校に入学。おはよう。と言って手を振る彼女に、おはようと返そうと思った瞬間、思わずその手が止まった。こちらを向いているのは、小学校の時と変わらず無邪気で元気な笑顔。しかし、彼女から醸し出される雰囲気が、今までとは全く違っていた。なんだこの感覚は。そう思いながら、ニコニコ笑う彼女をまじまじと見つめる。するとすぐに、この違和感の出どころが見つかった。制服だ。制服というより、むしろスカートを履いていること自体が、すごく斬新だった。特に考えたこともなかったけど、思い返せば小学生の頃は、彼女はいつもジーンズやスキニーを履いていたように思う。スカートをなびかせて歩く彼女は、少し大人びて見えた。この時ぐらいからだろうか、僕が急激にアンナを意識するようになったのは、今までは気の合う仲のいい友人だったのだが、いつしか彼女が僕の中で異性となっていった。そこから彼女を見るたびにドキドキしてしまう日々。意識し始めてから行為を自覚するまでに時間はあまりかからなかった。しかし、お互いクラスも違えば部活も違う。それに加えて、俗に言う思春期も迎えようとしていた。かつて来る日も来る日も学童で遊んでいた僕たちだが、中学に入ってからは話す機会がめっきりと減っていた。たまに廊下ですれ違うとき、お互い同性の友達と喋りながらも、ちらっと目が合うことがあった。そんなとき彼女はいつもニコッと微笑みを返してくれた。僕もそれに応えて笑うけど、でもそれだけだ。言葉を交わすことなく通り過ぎてしまう。こんな現状に僕は寂しさを感じていた。いつしか大きく膨らんでしまった感情、持て余した思いをどうしたらいいのだろうか。彼女に恋をしたのを自覚し、悶々とした日々を一年間送った。そして中一の終わり、ついに僕は彼女に告白をした。好きです。付き合ってください。僕の言葉に目をまん丸にして驚く彼女。ごめんなさいが帰ってきそうな予感に、僕は冷や汗が吹き出していた。3秒くらいの間があった。僕は恐る恐る彼女の方を向いた。すると彼女は相変わらず、にひひといった笑顔で笑っていた。私も好き。付き合おう。本当に？いいの？うん。記念日は今日だね。忘れないでよ。嬉しさで走り回って飛び跳ねたい気分だった。大人になってからでは味わえないようなみずみずしい告白の流れだったと思う。駆け引きなど知らない中学生ならではの甘酸っぱさがここにはあった。こうしてカップルになった僕たち。もともと気の合う二人だったから、特に問題が起きることなく、平和な記念日を重ねていった。休み時間や運動会や修学旅行、たまにだけれど電車に乗って映画デートなんかもしたりした。中学生特有のうぶなデートだけど、僕たちはすごく楽しく幸せな時間だった。
そして中3。部活を引退して、そろそろ受験勉強に本腰を入れなきゃな、と思っていたその時、大きな事件が起きた。離婚以来ずっと女手一つで育ててくれていた母が、病に倒れたのだ。しかも、不幸なことに、症例の少ない病気に、このままでは命の危険があるというものだった。母さんがこんな状況なのに、僕は何もできない。仕方のないことだが、何もできない自分の不甲斐なさが、悔しくてたまらなかった。どんなに苦労しながら育ててくれていたのかわかるからこそ、少しでも力になりたかったのだ。僕は学校を休んで、母親の病床に通い、看病を続けていた。思えばこの時は、頭の中が病に伏した母親のことでいっぱいいっぱいだったのだと思う。必死になりすぎるあまり、彼女のアンナとは距離ができてしまっていた。しかし、思春期真っただ中の僕は、母親が病気で心配で仕方がない、ということを口にするのは、どこか気恥ずかしいところがあった。また、心配をかけたくないのもあって、友人にもアンナにも相談ができなかった。そんな中、父親が帰国した。神妙な顔で病室に駆け込んできた父親。久しぶりに見た顔は、知っている顔より少し老けていたものの、いつも優しかった、あの頃のままだった。アメリカで治療すれば、助かる道がある。父は母の顔を見ながらそう言った。俺の事業もだいぶ軌道に乗って落ち着いている。今ならお前たちを守っていけるから、こっちに来てくれ。どうも両親は、嫌いになって別れたわけではないようだ。実は父はアメリカで事業を起こしていたのだ。失敗した時に妻子に迷惑がかかることを鑑みて、離婚の決断に至ったようだった。なんであれ、母の病気が治るなら、それ以上のことはない。僕はすがるような思いで、母にアメリカで治療して、これからも生きてほしい、と説得した。母はいろいろ悩んでいるようだった。しかし、長い熟考の末、アメリカに渡ることを決意したのだった。大輝、お前もアメリカに行こう。え、僕も？母に渡米を説得していたものの、あまり深くは考えが至っていなかった。しかし中学生の僕が、一人で日本で生きていけるわけもなく、両親についてアメリカに行くのが普通の話だった。渋々ではあるが、母の命には代えられない。僕も一緒に渡米することにした。こうなると気がかりなのは、やはり彼女のアンナのことだ。看病のため、しばらく学校にも行っていなかった僕は、彼女とまともに話ができていなかった。そんな中での久しぶりの登校。友人たちは口々に心配をしてくれていた。僕はこの日の昼休み、アンナを呼び出した。久しぶり。そういう僕に彼女は一別を向けるものの返事をしない。僕は彼女に今回のことを全部ちゃんと話そうと思った。そう思いながら口を開いたその時、なんで連絡くれなかったの？彼女が鋭い目をこちらに向けながら冷たいトーンで言った。いつも無邪気に笑っていた彼女からは想像もできないくらいの様子に僕は驚いてしまった。事情があって親の状態が。だからって全く連絡くれなかったじゃん。そんなのひどいわ。しかも学校も休むし、今がどんなに大事な時期かわかってるの？わかるけど、もっと重要なことだったんだ。何それ？それあなたのしなきゃいけないこと？それに、だとしても連絡くらい入れられるでしょ？確かに理由をちゃんと説明していなかった僕も悪い。
そのことを責められるのも仕方がないと思いながらも、当時の僕は心に余裕が全くなかった。友達でさえ休んでいた僕を心配してねぎらいの言葉をかけてくれたのに、彼女であるアンナは心配どころか怒りを向けてくるのだ。僕はその事実に苛立ってしまった。仕方なかったんだ。思わず声を上げてしまう。しかしながらアンナも負けていなかった。それで片付けないでよ。受験だってどうするのよ。僕は高校には行かない。こう答えた瞬間、アンナは真っ赤な顔を怒りで歪める。そして鬼の形相で、わけわかんない、こんなイカれた人と付き合ってられないと言った。もう別れましょう。合わないわ。事情を詳しく話さない僕に対して怒ってしまったアンナ。きっぱりと別れを告げて出て行ってしまった。その数日後、僕はアメリカに渡った。母の病状的にも、なるべく早く渡米する方がいいということになったのだ。僕とアンナは、あれ以来、きちんと話せないまま、それきりになってしまったのだった。それから15年が経った僕は、アラサーとなった。毎日忙しく過ごしていたから、彼女もいないし、未だ未婚。もとより、アンナのこともあって、あまり恋愛には積極的に慣れていなかった。それでもまあまあ平和で安定した日々。そんな毎日の中で、事件が発生したのは唐突だった。この日も僕は変わらず仕事をしていた。朝から蒸し暑くて、着ている作業着には汗がじっとりとにじむ日だった。その休憩時間、流れた汗を補うべく水分補給をしていた時、一人の女性に声をかけられた。誰だろう、そう思って呼ばれた方を向いてみると、そこにいたのは見知らぬ男性を連れたアンナだった。あ、な。まさかの人物の登場に驚く僕。アンナも驚いた様子で目を大きくさせながら僕の方をまじまじと見つめていた。僕も彼女を見つめる。しかしその視線は交わらない。彼女がじっと見つめていたのは僕の顔ではなく、身にまとう作業服の方だった。土木作業員をやってるの？いぶかしげな様子でアンナが尋ねる。その質問に対して返事をしようと僕は口を開く。しかしそれを遮るかのようにアンナの言葉が上から重ねられた。高校に進学しなかった人って底辺の仕事に就くのね。僕は目を見開いて驚いた。15年ぶりの再会で話しかけてきてくれた元恋人からこんな言葉を投げられるとは。彼女の視線と言葉は明らかに僕を見下していて、鼻で笑うかのようだった。あ、紹介するね。アンナが隣に立つ見知らぬ男性を僕に紹介する。何でも彼はアンナの婚約者なのだそうだ。見るからに爽やかで感じの良い男性だった。その男性と僕は共にぎこちない笑顔を浮かべながら軽く会釈をした。その間も彼女は危機とした表情を浮かべていた。高石昇さん、この人慶応大学卒業してるの。めっちゃ高学歴な上に実家も名家なのよ。居心地の悪い僕をよそに彼女の自慢は止まらない。婚約者のステータスに鼻高々なのだろう。何も言わない僕を相手にますますご機嫌な様子だった。そしてここに来てついに僕に対して決定的な嫌味が投げかけられた。あなたなんてどうせろくな職についていないでしょ。見るからにそんな感じだわ。そろそろ限界だ。反論しようとしたその時、
彼女の言葉を遮ったのは意外にも婚約者の高石だった。いい家計にしてくれ。婚約者からのまさかの叱責にアンナは目をパチクリとさせた。なんであなたが怒るの？全く意味がわからずポカンとしているアンナ。婚約者の高石は苦虫を噛みつぶしたような顔で睨みながら、聞いていてこっちが恥ずかしいんだよと言った。そして彼は今度は僕の方を向き直り、数々のご無礼申し訳ございませんでしたと言いながら深々とお礼をしてきた。ちょっと何やってるのよと止めるアンナを完全に無視していた。彼の腰があまりにも低いもんだからこちらとしても動揺してしまう。そもそも彼は何も悪いことをしていないのだ。僕も必死で頭を上げてくださいと言うしかなかった。建築家の白石大輝さんですよね。頭を上げた高石が伺うような様子で尋ねてきた。そうです、僕をご存知ですか？もちろんです、もちろん知ってます。あ、私は白石さんの次のプロジェクトに携わる予定の会社の社員です。なるほど、そういうことだったのか。彼は今後一緒に仕事をする一人だったのか。一人で納得しているところで高石はアンナに僕のことを説明していた。この方は世界的に有名な建築家なんだ。この町のシンボルとなる大きな建造物の設計も担当している。俺の勤めている会社はその事業に関わっているんだ。そうなんだ。しかもそれは政治家とか市長とか経済界の偉い人たちが3個の例で白石さんに設計をお願いして何とか実現したことなんだ。この方がいなければ大きなプロジェクトが一つ丸つぶれになる。それを君は何ということを。そんな、私はそんなこと知らないで済まされないだろう。そもそも人間としての問題だ。これはあまりの高石の剣幕に僕は思わず止めに入る。まあまあと言っても彼はまだまだ言い足りない様子だった。今度は僕がアンナの方を向いて説明する。久しぶりの再会でこんなことになってしまって苦笑いをするしかなかった。僕は日本の高校には進学しなかったけどアメリカのハイスクールに入学したんだ。その後向こうの大学で建築を学んだ。そうだったのね。さっきまでの勢いはどこへやら。アンナは完全に意気消沈してしまっていた。あんな別れをしてしまってから15年、その間にあったことを僕はかつての恋人であるアンナに説明した。大学卒業後建築家として活動してきたこと、その途中でたまたま大きな賞を取ることが続いたこと、それがきっかけで徐々に名前が知れていき依頼の仕事が増えたこと、今は日本の建築の基礎を学ぶため土木作業を手伝っているということなどなど、アンナは一つ一つの説明に驚愕しながら聞いていた。そして僕の説明が一通り終わった時、彼女は固く握った拳を小さく震わせながら、聞いてないと言った。アメリカに行ったなんて聞いてない。学校に来なくなった理由も急にいなくなった理由も全部何もかも聞いてない。丸くて大きい目がこちらを見つめる。その目は涙をためていて、今にもその雫がこぼれ落ちそうだった。そうだ、僕は説明をしなきゃいけないタイミングで何も言わずに出てきてしまったのだ。あの時もっと真剣に話していればこんなことにはならなかったのではないか。そんな思いで胸が苦しくなった。突然いなくなってみんなどんな思いをしたのか、あなたは分かってるの？どんなに辛かったと思うの？
そういう彼女、語尾を震わせながら最後はとうとう涙を流してしまった。さっきまでアンナに怒りの目を向けていた高石もこの状況で何かを察したようだ。心配そうな様子でアンナの背中を優しく撫でて落ち着かせてあげていた。白石さん、休憩中ですよね。すみません、お邪魔しちゃって。いえいえ、こちらこそ。なんだかすみません。僕たちはひとまずこれにて帰ります。本当に今日は申し訳ございませんでした。よければ一度二人で話をさせてください。そう言って高石は自分の連絡先を書いた名刺を僕に渡す。僕はそれを受け取りながらもう一度アンナの方を見たけど、彼女はうつむいたままこちらを見ようとはしなかった。僕はたくさん迷った末に高石に連絡をすることにした。最後に見た彼の真剣そうな表情がとても気になっていたからだ。電話はすぐにつながった。高石は連絡をくれたことにすごく喜びながらも、話があるから会えないかと聞いてきた。僕はとても気になったのでその提案を受けることにした。では3日後にお待ちしてます。3日後にとあるカフェで、ここで僕たちは会う約束をして電話を切った。当日指定されたそのカフェに出かけると、高石はすでに席について待っていた。しかもその隣には見知らぬ男性もいた。すみません、お待たせしました。あ、いえいえ全然。今日は来ていただいてありがとうございます。ひとまず高石と挨拶を交わしていると、このテーブルにもう一人の人物が近づいてきた。それはアンナだった。え？なんであなたが？アンナは僕を見てとても驚いた様子だった。僕も訳が分からず返答に困る。しかし彼女はもう一人の男性とは顔見知りのようで、微笑みを浮かべて会釈をしていた。ひとまず席に着いた4人、先に口を開いたのは高石だった。白石さんとアンナさん、まずは二人の誤解を解くべきだと思って今日はお呼びいたしました。誤解なんてないわ。それに私たちが別れたのももうずっと前で終わったことよ。アンナは即座に答える。僕もこの意見には同感だった。すると今度は高石がタブレットを取り出した。画面を軽く操作しながら、とあるページを開いてアンナに見せる。それはかつて僕が受けたインタビューの雑誌記事だった。何ですかこれ？まあ一度読んでみてください。アンナはしぶしぶといった様子でタブレットを受け取る。僕の記事だとわかると、一度こちらをチラ見した後、真剣に読み始めた。この雑誌の内容は僕もすごく鮮明に覚えていた。大きな賞を取った後のインタビューで僕の人生を赤裸々に語ったのが印象的だった。それは両親の再婚でアメリカに渡ることになったこと、その背景には母親の病気があったこと、母親は今はすっかり元気で、さらに年の離れた妹が生まれ溺愛していること、といった人生背景が書かれていた。どれもアンナにとっては知らない事実ばかりなのだろう。唇をぐっと噛みしめながら隅から隅まで読んでいるようだった。そして高石はもう一冊の記事をアンナに渡す。それにはアメリカの多様性の文化に魅了されて自分の創作意欲が高まったことや、アメリカで勉強できたことの優位性が熱く語られていた。二記事とも読み終わった後でアンナが改めてこちらを見てきた。そして、ここに書かれていることは全部本当なの？と聞いてきた。僕はうなずく。そしてアメリカに渡った経緯を今度はちゃんと説明した。じゃあなぜあの時話してくれなかったのよ。アンナはまたもや泣き出しそうだ。僕は
母親の病気が心配で仕方なかったけど、それを話すとマザコンだとか言われそうで恥ずかしかったんだと説明した。それを聞いたアンナはますます眉を下げる。なんでそんなことでと言いたげな様子だった。アンナの気持ちがよくわかる。僕も思春期特有のそんな感情に振り回されてしまったことを今はとても後悔していた。ごめんなという僕にアンナは、何も話してくれなかったし、私じゃ何も力になれないのが悲しかったよとぽつりと言った。そして、それに大輝が引っ越したって聞いた時はめちゃくちゃショックを受けた。しばらく立ち直れなかったくらいだよと付け加えた。そう言いながら笑う彼女の笑顔が切なくて、僕は胸が苦しくなった。でもさすがに15年も前のことだから、気持ちに整理はついてるわ。でも話してくれてありがとう。そういう彼女に僕は笑うしかできなかった。静寂がテーブルを囲う。それを破ったのはやはり高石だった。お二人のわだかまりが解けてよかった。それに僕は前からアンナさんに聞いていたんです。何を？彼女実はずっと好きな人がいるって。高石がそう言うと、アンナはガバッと頭を上げた。え、ちょっと何言うの、やめて。顔を赤くしながら止めに入るアンナを、高石は笑いながらひょうひょうとかわしていた。二人はなんだか仲が良さそうだ。それもそうか、婚約者なんだから。そう思いつつも、僕の心はもやもやしたものが渦巻いていた。そんな僕の様子を察知してか高石が、あ、僕たち婚約者だと言っても、お互いの利害が一致しただけの協力者なんです。と言ってきた。はい？どういうこと？僕は理解ができず、ポカンとした表情を浮かべてしまった。そこで高石はずっと隣にいた男性を僕に紹介する。彼は長谷川文彦と言い、高石とは5年以上もお付き合いしているのだという。つまりこの長谷川という男性は高石の恋人ということになるのだ。では、アンナが婚約者というのはどういうことなのだろうか。思考がぐちゃぐちゃになりそうな僕に、高石は続けて話しかけた。僕は女性を恋愛対象に見ることができない。そのことにずっと悩んでいました。文彦と一緒に住んではいますが、パートナーだと表立って紹介することはできなかった。でも実家の両親は早く結婚しろとうるさくてうるさくて。そんな時にお見合いの席でアンナさんに出会いました。話してみると、彼女も僕と同じ状況だったんです。それならば利害の一致する者同士、結婚してしまえばいいんじゃないかって話になって、仮面夫婦ってやつですね。衝撃の告白をいとも簡単にスラスラと言う高石。僕は頭がついていかず、開いた口が塞がらない気持ちだった。それでも高石は話を続ける。3ヶ月後に籍を入れるつもりで準備していたが、お互いに迷いが出てきたらしい。納得しているつもりなんですけど、これって誰に対しても誠実ではないような気がしません？最近僕はそう思うんです。まあ確かに複雑ですよね。ですよね。特に一番大切にしたいと思っている自身のパートナーを隠すようなことをしてもいいのかって思いが消えなくて。そう言って高石は長谷川の方を向く。二人は顔を見合わせて、愛を感じる視線を絡め合っていた。おそらくアンナさんもそう思ってるはずです。え、私？急に話を振られたアンナが動揺で目をキョロキョロとさせる。そうじゃない？白石さんと出会って気持ちが揺らいでいるのではないですか？それは。アンナは答えられずにうつむく。それはアンに
同意しているも同然だった。だから僕は一旦婚約を解消したい。高石はテーブルを囲む全員を見ながらはっきりと宣言した。これに対して真っ先に口を開いたのはアンナだった。でもそれじゃあお互いの両親が納得しないんじゃない？僕が全て説明する。それで納得してもらえないのなら実家を去ったっていい。そういう高石の言葉から意志の強さがうかがえた。それは愛するパートナーとの人生を改めて考え直した人間の言葉だった。詳しく聞くと高石の家は資産家であり彼は長男なのだという。しかし弟がいるから後継と言われてもなんとかなると前向きなのだった。アンナの両親にも自分が全て悪い、他に好きな人がいるのだと説明すると言っている。それでもアンナは渋っている様子だった。一度両親に話をしてしまっているだけに不安でいっぱいなのだそうだ。そんな彼女に高石は穏やかに話しかけた。僕は本当に愛する人をみんなに認めてもらいたいんだ。その口調は決意に満ちたもので覆せそうにはなかった。高石は自分の話はここまでだと言いながら長谷川と共に席を立つ。二人でゆっくり話をしていって、ウインクでもしそうな勢いで笑う彼はとても素敵で男の僕から見ても眩しかった。こうして残された二人、僕たちは気まずいながらもポツポツと話し始めた。高石さんってすごい人だな。そう言うとふふっと笑いながらアンナは、本当に素晴らしい人なのよと返した。もしかして好きだったのか？え？いやいや、そんなんじゃないよ。好きっていうより尊敬に近い感じ。それに文彦とお互いを大事にしているのを見ると応援したくなっちゃうの。くしゃっと笑う笑顔はかつての好きだったアンナの笑顔にとても似ていた。その後アンナは自分の家のことを話し始めた。両親とも忙しく仕事をしていたのは知っていたが、詳しく聞くのは初めてだった。両親ともにそれぞれ会社を経営しており、父親はほとんど家にはいなかったそうだ。そうなると必然的に夫婦の仲は冷え切ったものになる。両親が笑い合ったところも家で雑談しているところも見たことがなかったそうだ。だからね、学童にいた頃は大輝と二人で遊んでいるのが一番楽しかった。懐かしむような目をしたアンナが続ける。でもね、両親はお互い愛人がいるみたい。だから私が独立してからは別居しているの。家庭がそんな状態なのに、それでも両親は体裁のために離婚をしないらしい。そんな姿を見てきたからこそ結婚に希望など抱けなかったのだという。だから高石とのお見合いで契約婚のことを持ち出された時はいい話だと思い乗ったということだった。ということだからやっぱりどうしても恋愛に対して肯定的な気持ちにはなれない。アンナのこの言葉には僕も同感だった。恋愛に臆病になった挙句こじらせてしまった人間同士なのだ。僕は思い切って彼女に提案を持ちかけた。よければお互いリハビリしないか？リハビリって何よ。突然の提案に笑いながらも、それでも大輝ならいいかもしれないと付け加える彼女。じゃあ私はそのリハビリには条件を加えたい。条件って？何でも話すこと、隠し事は極力避けること、一人で抱え込まないこと。指折り数えながら最後に、15年前の二の舞にならないようにお互い努力することと言った。そんな彼女がとても可愛く見えて僕は大いに同意した。こうして僕たちはまず互いの連絡先を交換するのだった。
その後、高石は両親やアンナの両親に事情を説明した。とても驚かれ、高石の母親は泣き出してしまったらしい。それでも高石は諦めない。地道な説得により、ついに本人の気持ちが変わらないと根負けしたのか、婚約解消と文彦との同居を認めてくれたのだった。理解はできるが、本心では孫が見たかった。でも大事な息子が幸せに生きていてくれるだけで十分。たまには二人で顔を見せなさい、と言ってもらえたのだという。僕もアンナもそれを聞いてほっとした。今では二人の幸せを心から願うばかりである。ところで僕とアンナはたまに二人で会ったり食事をしたりしている。15年というブランクはあるけど、幼い頃から一緒にいたため気心が知れているのだ。一緒にいるのがとても楽しかった。たくさんのデートを重ね、同じ時間を共有するようになってから、僕は彼女との将来を少しずつ考えるようになっていった。そんな充実した生活のある日のこと、僕は両親と一緒に食事をした。お互いの夢や仕事のために一度は離婚しているが、今では再婚して再び一緒にいる二人。離れた期間があったからか、今では息子が見てもラブラブだった。僕たちは離れたことでお互いの大切さが分かったんだよ。そう話す両親を見ていると、僕たちの仲もそれに近いような気がした。アンナと結婚したい気持ちがはっきりと目に見えた瞬間だった。その日僕はアンナを食事に誘った。そして思っていることを言葉にして伝えてみた。夫婦にもいろいろな形ってあるけど、僕たちなりに夫婦にならないか。ベタなプロポーズかもしれない。それでも真剣に僕の気持ちを全部込めて伝えてみた。すると彼女は一瞬驚いた顔だったけれど、すぐに満面の笑みを浮かべ、最後は泣き笑いの顔になった。そして何度も首を縦に振ってうなずくのだった。その顔を見て、彼女が何よりも愛おしい存在だと改めて思う僕なのであった。愛情の形、夫婦の形、それはこの世界のカップルの数、夫婦の数だけ存在する。どれ一つをとっても同じものなどないのだ。一度離れた僕たちは伝える言葉の重要性を誰よりも感じている。そんな二人だからこそ、これからもたくさん話をしていきたい。たくさん話して、たくさん笑って、そうして明るい家庭を築こうと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。私の名前は高橋真美子。火災保険会社に勤めている。自分で言うのもなんだけど、仕事は丁寧な方。ただでさえ予想外のことが多い家事。災害が起きて困っている人のために、いつも迅速に保証が降りるように対応している。それなりに充実した日々だけど、私を形成するに至った過去は、今も私の心の底に孤独感をもたらしている。小学2年生の冬のあの日まで、両親も弟も白い壁のあの家で、みんなで仲良く暮らしていた。両親は祖父母が営む農家から仕入れた新鮮な野菜を使って、色鮮やかな料理を出すイタリアンレストランを営んでいた。真っ赤に熟れてみずみずしいミニトマトを使ったうまみたっぷりのアマトリチャーナ。季節の魚介と色とりどりの野菜で滋味深い味わいのアクアパッツァ。日本の野菜の大根やカブも両親の手にかかればとても美味しいイタリアンになった。
地元は大変な田舎で、一言で言えば不便だ。映画館もショッピングモールもない。人口も少ない。その代わり自然豊かで、山々は青く茂り、清流ではカジカガエルが鳴く。夜にはホタルも見られる。我が家で営むレストランは地元の人の憩いの場になっていた。料理長の父は謙虚な人で、お客さんがいくら料理を褒めても、おいしい野菜を作ってくれる農家の人とこの土地のおかげですと照れくさそうに言うばかりだ。母は昼下がりの一段落したような時間に来るお客さんの相談を親身になって聞いていた。あるおばあさんは幼い私に、あなたのお母さんが話を聞いてくれるから張り合いがあるわとにっこりと語ってくれた。大きくなったら私が父さんと母さんを支えるんだ。子供心にそんなことを思っていたのに。いつも通り学校で授業を受けていたら、家が火事になったと知らせが入った。血相を変えた教頭先生が車で家まで送ってくれた。その日の朝も父が作ってくれた美味しいご飯を食べて出たはずの家は、真っ黒い煙を吹き上げて火柱に包まれていた。赤い消防車から出るホースがすごい勢いで水を吹き出していて、消防士の人が大声で叫んでいる。救急車のパトランプもずっとせわしなくて、知らない場所に来たような感覚になった。店側の塀の外では弟が泣きじゃくっていて、私は駆け寄って弟を抱きしめた。亮太、ああよかった、怪我はない？亮太は泣きじゃくりながら、お姉ちゃん、お父さんがまだ中にいるんだと言った。きっと消防士の人が助けてくれるよ、もう大丈夫だよ。弟を安心させるために言ったセリフが自分に言い聞かせているように思えた。しかし現実は残酷で、父は帰らぬ人となった。冬の乾燥で火の勢いはなかなか衰えず、家も店も全焼してしまった。母は不幸中の幸い、買い物に行っていた。お店を開けている数時間の間に家も店も失ったことで、しばらく呆然としていた。出火原因はネズミが配線をかじったことによる漏電。濃度の高い黒煙を一度に吸い込んだことが父の亡くなった原因だった。おそらく父は苦しまなかったであろうことがせめてもの救いだ。亮太はまだ短い人生の中で最大の後悔と懺悔を込めていった。火が出た時、父さんが真っ先に僕を外に逃がしてくれたんだ。父さんが火を消しに中に戻るのを止めればよかった。私と母は静かに亮太の告白を聞いた。僕のせいで父さんは、ごめんなさい、ごめんなさい。私は亮太を抱きしめた。そんなことない、亮太は悪くないよ。母は力を取り戻した目をして、私ごと亮太を抱きしめた。お姉ちゃんの言う通りよ、亮太は悪くない。
お母さんの方こそ買い物になんか行っててごめんなさい。それよりも二人とも無事でいてくれてお母さんもお父さんも嬉しいよ。だからもうそんなこと言わないで。これからはお父さんの分まで三人で幸せになろうね、と言った。しかし火災にあった日を境に生活は激変してしまった。なんと火災保険がちょうど切り替わった翌日のタイミングで火災が起き、保険が下りなかった上、火の一部が近くの家に燃え移ってしまったのだ。こちらは大した被害はなかったものの、家も仕事も父も失い、損害賠償も支払わなければならない。家族はボロボロのアパートに引っ越した。母は私たちが起きる頃には家を出て、私たちが寝る頃に帰ってきた。それでいて私たちの食べ物は冷蔵庫にちゃんと入っていた。祖父母は農家が忙しくてなかなか会えないけど、ただで野菜や食べ物、学校で使うものを送ってくれる。可愛がられていると分かった。田舎だったから家が火事になって全焼してしまったことと、父が亡くなったことが瞬く間に広まって、悲劇のヒロイン扱いだ。友達も先生も言う。私はかわいそうなのだと。しばらく同じ服を着て通学していた頃、クラスメートの家庭から少しずつ募金を募って新しく着るものを送ってくれた。かわいいワンピースだった。久しぶりの新しい服を着て学校に行くと、仲良しだった女の子に、買ってもらえてよかったね、と言われた。母の帰りが遅いので亮太の面倒を私が見る。そんな様子を近所の人は、偉いねお姉ちゃん、と褒めてくれたが、陰では子供に子供の面倒を見させるなんて母親は何やってんだろうね、夜のお仕事でもしてるんじゃない、と言っていたのを知っている。母を悪く言われたくなくて、かわいそうな私はいい子の仮面をかぶっていた。あの噂好きなおばさんたちは知らないだろうけど、母はものすごく仕事を頑張っていた。朝食の前には自宅を出て、夜も帰ってくるのは私たちが眠りについた後のことが多かった。辛そうだったけど、家ではいつも明るいのだ。亮太が、家で遊ぼう、と言った。周りの目線を感じて、亮太も肩身が狭いのだ。私たち家族は孤独だった。普通に生きていくことを認めてほしいだけなのに、こんなに頑張ってるのに、まだ頑張り足りないのだろうか。それとも、頑張りなど無駄なのだろうか。バリキャリとなった母の背中を見て、口さがない隣人や、かわいそうと言いながら、私たちを憐れむ学校のみんな。そんな様子に違和感を感じていて、思うところがあった。私は、みんなが言うほどかわいそうじゃない。今住んでいる家はボロボロだし、かなり貧乏だけど、母のことは大好きだし、亮太は可愛いし、祖父母も好きなものを買って送ってくれる。だからもう、かわいそうって言わないで。いつまでかわいそうでいればいいのか。そんなの、もう終わりにしよう。いい仕事に就くため、
大学に行くためのお金は高校の後でバイトをして貯めた。足りない分は奨学金を借りた。そうしてやっと上京して保険の会社に就職が決まった。私たち家族のように火事で大変な思いをした人たちを支えてあげたいからだ。お給料は新卒にしては悪くない。自分に合ってるとも思う。充実した日々を過ごしていたある日、剛さんと出会った。同僚に誘われた合コンで出会った剛さんは、大手の総合商社に勤めていた。父に雰囲気が似ている。お酒を飲みながら、チラチラ見ていたのがバレてしまったのか、何回かのチラ見で目が合ってしまった。あ、すみません。思わず謝る私。いえ、こちらこそすみません。綺麗な人だと思って見ちゃってました。二人の様子にガヤが入る。お、高橋さん、剛が気になる感じ？こいつ仕事できるけど堅物だよ。剛さんは同僚にからかわれていた。かしこまった雰囲気が崩れて、温かい人柄を感じた。もっとこの人と話してみたいと思った私は、誘われるままに何回かデートを重ねて付き合うことになった。そしてある日の新宿でのデートの帰りのこと。マミコさん、今夜も送らせてくれないの？もう暗いし、危ないよ。剛さんも明日早いでしょ？ここまででいいよ。いつもありがとう。剛さんは不満そうだ。私といるときはいつも笑顔の剛さんが、この瞬間だけは顔をしかめる。心配してくれているのだ。私は剛さんを抱きしめた。剛さんも私を抱きしめ返した。君はなかなか心を見せてくれないね。そんなことないよ。どうして？なんでもない。今日も楽しかったよ。剛さんと別れ、電車に揺られながらぼんやりと考えた。剛さんは気づいている。私が剛さんに対して心を開ききれていないことに。自宅の電気をつけて、一人きりのワンルームの部屋でぼんやりしていると、かすかな虚脱感、あの火事の日から心の奥底に染みついた孤独感を自覚した。もっと剛さんと仲良くなりたいと思うのに、オープンになれない。これから先もお付き合いしていくとして、なぜ片親なのか、幼い頃に起こったことを打ち明けたとして、今まで通りの関係でいられるだろうか。田舎にいた頃のように、火災を起こして父を失ったかわいそうな子のレッテルを貼られるんじゃないだろうか。剛さんの優しい人柄に惹かれたのは確かだけど、同情されたいわけじゃない。これからも対等に寄り添っていきたい。悶々とする気持ちを吐き出したくて、弟に LINE してみた。返ってきた答えは、俺だったら自分との関係のことで彼女悩ませるくらいなら、ちゃんと思ってること言ってほしいけどね。と返ってきた。なるほど。その剛さんのこと、姉さんは好きなんじゃないの？先に進みたいなら打ち明けてみたら？俺は姉さんのこと応援してるから。
まったく泣かせないでよ、もう。むずかゆい気持ちに耐えられなくなった私は、その後は適当な返事を繰り返して、後日つよしさんに思いの丈を打ち明けてみることにした。数日後、私とつよしさんはイチョウ並木を歩いていた。黄色い落ち葉の絨毯を寒いからと理由をつけて手をつなぎながら、私、つよしさんのこと好きだよ。仕事が丁寧で頑張り屋で、その上いつも私に優しくしてくれて、でもまだ言ってないことがあるの。つよしさんは静かに耳を傾けている。うちね、家族でやってたレストランが火事で全焼しちゃって、その時父さんが亡くなってね、他の家にも火が移っちゃったんだけど、火災が起きたのがちょうど火災保険が切り替わった翌日のタイミングで、保険が下りなくて多額の借金を抱えちゃったの。すんごい田舎で育ったから、みんなうちに何が起こったのか知ってて、私ずっとずっとかわいそうだって言われて育ったわ。母さんは私と弟を養うために毎日ボロボロになりながら働いてたのに、近所の人はひどいこと言って、仲良しだと思ってた友達も先生も、何をやっても私をかわいそうな子としてしか見てくれなくて、私がどんなに前向きに生きようとしてもみんなフィルター越しに見るの。胸が詰まるほど生きづらかったよ。いつからか過去のことは誰にも知られたくないとまで思うようになったわ、あなたと出会うまでは。つよしさんはつないだ手に軽く力を込めた。だから君は今の仕事に就いたんだね。打ち明けてくれてありがとう。僕はそんな環境にいながら強い気持ちで生きてきた君を本当に尊敬する。つよしさんは私と目を合わせた。私のさらされてきたあの嫌な眼差しはそこにはなく、私への深い愛情にかすかに潤んでいる。僕もね、君に伝えておきたいことがあるんだ。つよしさんはなんと私も聞いたことのある有名な食品メーカーの御曹司であるという。幼い頃から父の会社を継ぐために多大な期待をかけて育てられてきたつよしさんは、勉強で一番になっても体育や部活動で一番になっても何でもできて当たり前という環境で育ってきた。誰もつよしさん自身を見ない。父は優しいが仕事が忙しく、母は過度な期待を込めて厳しくしつけられたので寂しい幼少期を過ごしたという。僕は僕自身のために生きたいと思ってきた。だから実家を飛び出して別の商社に就職したよ。会社は居心地が良かった。僕自身の実力で評価してくれるからね。でも君と出会った今は君のそばが一番居心地がいい。私は胸が温かくなった。マミコさんがしてきた苦労にはかなわないけど、誰にも自分自身を見てくれない辛さはよくわかるよ。つよしさん、あなたの辛さはあなたのものよ。言いづらかったでしょうに、打ち明けてくれてありがとう。私たちはこの日のデートを境に
結婚を考えるようになった。母はとても喜んでくれて、実際に剛さんに会ってとても気に入ってくれたようだ。剛さんのご両親はスケジュールが合わず、両家顔合わせの日が私との初対面となった。場所は老舗ホテルの有名レストラン。先方が庭の見える個室を用意してくれたんだけど、私も母もこんな敷居の高いところに来るのは初めてで緊張してしまう。剛さんのご両親はいかにもな上流階級の装いで和やかに迎え入れてくれた。食事をしながら義父は、家を飛び出して行った時は一体どうなることかと思ったが、こんな誠実そうな娘さんを見つけてきてくれて父さんほっとしたよとニコニコしている。義母は私の母と話している。本当にね、しばらく音沙汰がないと思ったら会ってほしい人がいるって言うんだもの。びっくりしたわ。うちの息子ったらこうと決めたら突っ走っちゃうから。高橋さんはいつ交際を知ったんですか？うちも似たようなものですよ。娘から教えてもらったのはつい最近です。でもお会いしてみて本当に立派な息子さんでよかったです。ところで今日はご主人はいらっしゃらないの？せっかくの顔合わせなのに。剛さんは私の気持ちを尊重してか、ギリギリまで我が家の事情について伏せてくれていたようなので、私が説明に入った。これから家族になる人たちだ、包み隠さず伝えよう。父は私が小学校2年生の頃に家の火事で亡くなっています。それまでは祖父母のところから卸している野菜を使ったレストランをしていました。田舎の小さい店でしたが、それから母は私と弟を女手一つでここまで無事育て上げてくれました。この場に父はいませんが、きっと喜んでくれていると思います。義母は悪いことを聞いたという顔をして謝ったが、どこか白々しい様子がする。そうだったの、ごめんなさいね、悪いこと聞いたわ。空気を変えようとしたのか、剛さんが、母さん、ちょっと父さんと庭でも見てくるよと退出した。二人の姿が見えなくなった途端、義母は今までの和やかな態度が嘘のように豹変した。私と母をにらみつけ、地方出身の貧乏人でしかも父なし子ですって、ふざけないでちょうだいと叫んだ。あの何かお気に障ることでもしてしまったでしょうか。こちらの事情をお話しするのが遅れてしまってすみません。母は必死になだめるが、今までの態度は猫をかぶっていたのかとすら思ってしまうほどの豹変ぶりだ。お気に障りますかですって、何もかもよ。やっと剛が帰ってきたと思ったら、こんな身分違いの貧乏人を連れてくるなんて、女で一つで子供を二人も育てるなんて、まともな仕事でできるわけないわ。あなたどうせ夜の仕事でもやってんでしょ。本当に育ちの悪い娘さんね。なんという暴言だろう。
今までの田舎暮らしもつらかったが、ここまでの悪意で攻撃されることはなかった。私は思わず言い返そうとしてしまったが、母が止めた。確かにうちは貧乏してましたよ。そして娘の母として申し上げます。娘は間違いなくあなたの息子さんを心から愛しています。私の身分が二人の結婚の上で気になるのでしたらご安心ください。私は農業経営アドバイザーです。母は冷静に名刺を差し出した。義母はその名刺を受け取ったかと思うとビリビリに破り捨てた。とんでもないモンスターだ。知るか、こんなもの。息子の結婚相手は裕福な上流階級の人間しか認めないわ。強氏にはいずれ家業を継いでもっとうちを大きくしてもらわなきゃ困るの。強氏さんが義母を嫌っていた理由が分かった。こんな前時代的で高圧的な母親は辛いだろう。こんな得体の知れない仕事が何の役に立つっていうわけ？娘の方だって保険会社のお茶組でしょ。役立たずは近寄らないでちょうだい。役立たずか。幼少期の自分のように辛い思いをした人たちを助けたいと思ってついた仕事だったが、義母には理解してもらえなかったようだ。強志さんのことは間違いなく愛してる。でもこの結婚は間違っていたのだろうか。このタイミングで強志さんと義父が帰ってきた。私たちの間に流れる険悪な空気に何が起こったのかわからない様子だった。義母はまだ興奮した様子で、騙されたわ、今すぐ出て行ってほしいくらいよと収まらない。そんな中、母は言い放った。私たちのような貧乏人の役立たずは近寄るなと。おっしゃりたいことはよくわかりました。ご希望の通り去りましょう。御社と今期予定していた10億円の取引とともに。すごい笑顔だ。母は完全にブチ切れている。慌てたのは義父だ。待ってください、高橋さん、一体何があったんですか？ああ、お宅みたいな田舎臭い貧乏人が10億も持ってるわけないでしょ。お前は黙ってなさい。奥様には私が夜の仕事で子供たちを育ててきたように見えるそうで、娘のことも得体の知れない貧乏人の役立たずとは息子さんとの結婚は認められないと言われてしまったらおとなしく去るしかありませんね。なんということをしでかしてくれたんだお前は。義父は漫画のように綺麗な土下座をした。家内が大変なご無礼を働きまして誠に申し訳ございませんでした。義母はこの語に及んで、頭を下げてほしいのはこっちの方よと義父の土下座をやめさせようとしている。そんな中、義父は血相を変えて説明した。こちらのご実家がどれほどの規模の農業を営んでおられるのか知ってるのか。うちの原料の仕入れ先の 50% だぞ。その上、高橋さんの手腕でもっといい生産ラインができるはずだったのに、お前ってやつはさっさと謝れ。すみませんでした。やめてくださいよ、二人とも。怒ってるわけじゃありませんよ。ただね、うちとの取引も
娘の結婚もどうやら歓迎されてないみたいじゃないですか。うちの娘気に入らないんでしょ。めっそうもございません。御社がうちの生命線です。どうかこれからもお取引を。義母はようやくことの重大さが飲み込めたようで、青くなった顔色で土下座で謝罪した。本当に申し訳ございませんでした。私にできるお詫びなら何でもさせていただきます。ぜひうちの強しと結婚してやってください。お願いします。どうするマミコ。私は人生でこんなにも人に頭を下げられたことがないので困ってしまった。マミコさん、そしてお母様、俺と父さんがちょっと目を離した隙に、母が申し訳ございませんでした。息子としてお詫びします。すると母がこう言った。強さんは何も悪くないよ。あ、そうだ、強さんのお父さん、お母さん、一つお願いがあります。強さんは家業を継ぐ気はないそうです。強さんのことを自由にしてあげてください。それさえお許しいただけたら、さっきまでの暴言は水に流しましょう。義母は断腸の思いだというような顔で、わかりましたと承諾した。私も強さんも孤独と周りからのレッテルを乗り越えるたびに傷ついてきた。これからは二人で幸せの数を数えていきたい。マミコさん、ありがとう。と、強さんは言った。両家顔合わせの日から三ヶ月が経った今、結婚式の準備は順調に進んでいる。強さんと母はすっかり意気投合し、新しく引っ越した家と3人で住んでいる。噂では強さんのお母さんの人を見下す性格はあれ以降ずいぶん丸くなったらしい。いいことだ。強さんのお母さんはずいぶん角が取れたようだが、結婚式の段取りのため強さんと一緒に聖火に打ち合わせに行くと、そっちの家で貧乏してるんじゃないの？帰っていらっしゃいよ。と、まだまだ人を見下す癖は時折出てしまう。そんな時は義父と強さんがその都度叱ってくれてるので、だいぶ付き合いやすくなった。頼もしい旦那さんと優しい義父で本当に嬉しい。強さんは、またいつかレストランを復活させたいねと言ってくれている。私も母も大賛成だ。オープンしたら亮太にも知らせなきゃ。私の中に残っていた孤独はもうとっくになくなっていた。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ここは俺たち織田組の島なんだよ。うちの組長には当然挨拶したんだよな。ここで商売したけりゃ今すぐ900万払え。こんな小さな店いくらでもぶっ壊せんだ。てめえも店もどうなっても知らねえぞ。念願のお店を開業しようと準備をしていたオープン初日、突然店に怒鳴り込んできたヤクザ2人が私を脅してきた。息子に頼んでみます、小さな声で答える私。数分後、息子の到着で
地獄を見ることになるとは思ってもいないヤクザたちだったのだ。私は西野真由美。早くに夫に先立たれ、息子たちを女手一つで必死に育ててきた。そんな息子たちも立派に社会人として働き始めてから数年、50歳になった私はこの度新しく自分の店をオープンすることになり、その開業準備を進めていた。お店といっても普通の飲食店ではなくスナックだ。ありがたいことに玄関にはさまざまな業界の人たちからいただいたお祝いの胡蝶蘭が並んでいる。店内の装飾も食器もインテリアもすべて自分のお気に入りのブランドやテーマで選んだ思い入れのある店だ。夫は子供たちが幼い頃に交通事故で亡くなってしまった。車同士の事故でかなりの衝撃だったらしい。車は前半分が大破していたそうだ。私たちが病院に駆けつけた時にはすでに遅く、息を引き取った後だった。その頃私は専業主婦で、大した職歴もなかったため、突然子供2人と3人で残されたことに絶望してしまった。これからどうやって生きていこう、どうすればいいのだろう、わからない、どうしたらいいの。目の前が真っ暗になりながらも、ママ、パパは？パパ、どこ行っちゃったの？小さな手が私の両手をぎゅっと握りしめたとき、私がうろたえるわけにはいかない、しっかりしなきゃ、そう思った。涙を拭いて、どうにかこの二人を育て上げなければと決意したのだ。パパはね、遠いところに行ってしまったの。しばらく帰ってこられないから、これからはママがお仕事して頑張るからね。二人には寂しい思いさせちゃうと思うけど、ごめんね。子供に不安な顔をさせてはいけないと必死に泣くのを我慢した。幼い子供二人を抱えながらのシングルマザーは本当に大変で、毎日が目まぐるしかった。当時はまだ家父に対しての助成制度が充実していたわけではなく、夫の葬儀もあったため貯金もほとんどなかった。子持ちの女性が働くことすらあまり良い顔をされない時代、毎晩家計簿を見つめてはため息しか出なかったある日、もっと時給の良い仕事を探そうと求人情報誌のページをまくっていた時だった。たまたま目についた求人がきっかけで高級クラブで働くことになったのだ。そう、まだお子さんも小さいのに、はい、ご迷惑をおかけしてしまうのは重々承知の上です。どうか雇っていただけないでしょうか。わかったわ。その代わり、お子さんのためにもしっかり頑張ってちょうだい。ありがとうございます。クラブのオーナーであるゆり子ママはとても良い人で、ゆり子ママも同じように女手一つでお子さんを育てた経験があるからと親身になって話を聞いてくれた。私が力になれることがあったら遠慮なく言ってね。あなたの気持ちがわかるから、できることはしてあげたいの。そんな、雇っていただけただけでありがたいので大丈夫です。あのね、ここで働く以上私たちはもう他人じゃないの。あなたの子供も私の子供同然よ。困ったことがあったらいつでも言ってね。ゆり子ママはその言葉の通り、どんな些細なことでも相談に乗ってくれた。子供の進学のこと、お金のこと、自分の体のこと、仕事のこと、ゆり子ママのおかげで長く働くことができたと思う。私にとっては恩人そのものだ。
ホステスなんて初めてだったし、自分の人生で一生無縁だろうと思っていた世界だった。しかも初めこそ子持ちがこんな夜の世界で働くなんてという後ろめたさはあったけれど、二人の子供を育てるにはそんな悠長なことは言ってられなかった。そして実際に働き始めてみると、見え方が少しずつ変わっていった。もちろん簡単にお客様がついてくれるわけがないとは思っていたけれど、想像以上にシビアな世界に最初はめまいがしたくらいだ。お酒の強さは問題なかったものの、トーク力の部分ではだいぶ苦労した。だけど頭の回転はいい方だったのか、反骨精神のおかげか、はたまた子供のために弱音を吐かず頑張るということしか頭になかったからなのか、だんだんとコツをつかみ始め、お客様が私を指名してくださるようになった。年齢が上がると当然若さを武器にできなくなる。しかし丁寧な接客とトークを意識していたからか、お客様は離れずに何度も通ってくれた。そして周りの助けもあり、この度独立することができたのだ。カウンター席とボックス席が2つあるだけのとても小さなお店だけれど、ここは私のこだわりと夢が詰まった大切な空間だ。子供たちにはたくさん寂しい思いや辛い思いをさせてしまった。だけどこんな私を母と認めて今も慕ってくれている子供たちにはとても感謝している。今までの苦労を思い出しながら開店準備を進めていると、不意に店の扉が開いた。入ってきたのは2人の男性だった。邪魔するぜ。すいません、まだ開店準備中でして。うるせえ、いいから入らせろ。ちょっと何なんですか。その2人は私の制止も聞かずに勝手にカウンターの席に腰掛けた。足を組んで偉そうな2人。私はどうしたものかと息を吐いた。おい、この店は今日からオープンなのか。ええ、そうですが、見ての通りまだ準備中ですので何のおもてなしもできませんよ。なことはどうでもいいんだよ。今日からオープンってことなら当然もう挨拶は済ませたんだよな。挨拶ですか。はい、商店街や商工会、自治会の皆様にはすでに挨拶は済ませてあります。そうじゃねえよ。一人の男性が声を荒げ、思わずびっくりと体が跳ねた。ではどなたのことでしょう。ここは俺たち織田組の島なんだよ。うちの組長には当然挨拶したんだよな。織田組。俺たちは織田組の組員でな、新しい店がオープンするって噂を聞いたから来てみたんだが、まさか組長に挨拶してねえのか。まさか挨拶もなしにうちの島で商売しようなんざ思ってねえよな。いや、ここで商売したけりゃ今すぐ900万払え。900万。そんな大金払えません。そんな横暴な話があるか。そう思って断ると、二人は、あ？てめえ織田組に逆らおってんのか。どうなるか分かってんのかと怒鳴り、そしてカウンターに飾られていた花瓶を思い切り床に投げつけて割ってしまった。無残にも飛び散る破片。その花瓶は私の一番のお気に入りのものだった。生けたばかりの花が虚しく床に落ち、そして男性の一人が立ち上がり、わざと思いっきり花を足で踏みつけた。こんな小さな店いくらでもぶっ壊せるんだ。てめえも店もどうなっても知らねえぞ。悔しくてどうにかなりそうだった。ホステスとして働いていた間に
さまざまなお客様の相手をしてきた。こういった場面も初めてではない。ただの脅しであり、それに屈する必要なんてない。だけど、ここで反論することでことを大きくしてしまえば、彼らはさらに店を荒らすだろう。せっかくの内装をこれ以上めちゃくちゃにされたくなかった私は、怒りをぐっとこらえてから怯えたように後ろに数歩下がり、わかりました、わかりましたからやめてくださいとつぶやいた。900万なんて大金すぐにはご用意できません。一度息子に相談してもよろしいですか。まずはこの場をどうにか収めたかった。二人は私の言葉を聞いてニヤニヤしながら、そうか、じゃあまた明日来る。用意できてなかったらどうなるか分かってるよな。そう凄んで店を出て行った。二人の足音が聞こえなくなって、私はその場にしゃがみ込んで花瓶の破片を一つ一つ拾う。今日のオープンは無理だな。ため息を吐きながら泣きそうになるのを必死にこらえた。翌日、店で改めて準備を進めていると、昨日の二人組がやってきた。よう、昨日はどうも。約束通り、金を受け取りに来たぜ。ニヤニヤしながらお金の請求をしてきた二人を、とりあえずお店に通し、カウンターに座らせてお水を出した。一つ確認したいのですが、本当に織田組の組長さんがみかじめ料を取ってこいとおっしゃったのですか。もちろんだ。うちの島で商売をする以上当たり前だろ。そうですか。織田組の組長さんには私もお世話になったので、まさかとは思いましたが、と息を吐くと、二人組は目を丸くして驚く。出まかせ言うな、ふざけてんのか。出まかせ、まさか見ませんでした。向こうにある白い胡蝶蘭。胡蝶蘭？扉の方を指さすと、二人は顔を見合わせてからそちらに向かう。な、そこには織田光一という送り主の胡蝶蘭がある。驚き固まる二人のもとへ歩いていき、織田組の組長さんは昔から仁義に厚い方、堅気の人間からお金を取ろうとする人じゃないわよ。きっとにらみつけると二人は揃って顔を真っ赤にして、いいから金よこせとカウンターに戻り、水の入ったグラスを床に叩きつけた。その時、店の中にがたいの良い男性数人が入ってくる。なんだお前らは、邪魔すんなよ。慌てた様子の二人を一瞬で取り囲んだ男性たち、一斉にその手に持つものを二人に見せた。何？警察？彼らは全員警察官だった。手に持っていたのは警察手帳。恐喝罪と器物損壊の現行犯で逮捕する。二人をあっという間に取り押さえた警察官たち。その中の一人が私の元へ駆け寄ってきた。こわもての顔を心配そうに歪ませて、遅くなってごめん母さん、大丈夫だった？と私の顔を覗き込む。大丈夫よ、言うと。それより急にごめんね。ありがとう。いや、むしろ助かったよ。最近この辺りで派手にやってた奴らだったから。そうだったの？ああ、母さんのおかげだよ。ありがとう。息子の優斗は現役の警察官だった。それも組織犯罪対策課の刑事で、この辺り一帯を担当していた。取り押さえられている二人は私と優斗を見比べて驚きを隠せない様子だった。どういうことだよ。俺が知るか。どうすんだよこの状況。はあ？てめえがうまくいくからって言ったんだろ。仕方ねえだろ。札とつながってるなんて思わねえじゃねえか。仲間割れし始めた二人に私は
にっこり笑う。あなたたち残念だったわね。この人は私の息子。ちなみに下の子は今弁護士をしているの。私とは違って立派な大人に育ってくれてね。自慢の息子たちなの。なんだと？警察に弁護士？みかじめ料って払った方も犯罪になってしまうでしょ。だから織田組の人がそんなこと言うなんて驚いてしまって、心配でたまらなくて息子たちに相談したのよ。織田組の人ならそのことは十分承知の上のはずだしと思って。まああなたたちが本当に織田組の組員だったらの話だけどね。嫌味を込めてそう告げたところで、私は扉の方に視線をやった。そこには年配の男性が黒いスーツを着た屈強な男たちを何人も連れて入ってきたところだった。その年配の男性は明らかに普通とは違うオーラを放っていた。その場がピリついてしまうくらいの威圧感だった。小田さん、お久しぶりですね。まゆみちゃん、久しぶり。彼こそ織田組組長である織田光一さんだった。織田さんは私に柔らかい笑顔を向けた後、すぐに捕らえられている二人に目をやる。うちのもんじゃねえな。お前らはどうだ？見覚えあるか？いえ、ありません。おそらくうちの名前を語っただけかと。やはりそうか。織田さんの周りにいる男性たちも彼らに見覚えはないという。やはりそうだったのかと思って安心した。そもそも織田組は片桐には迷惑はかけないということを信条にしており、この辺りでは派遣を取っている大きな組だ。その組員の人数も相当なものではあるが、織田さんは全員を把握しているという。二人のやり方はひどく、織田さんをよく知っている私としては、二人が織田組の組員などとは全く信用できなかったのだ。だから冷静に対応することもできた。織田さんの呆れたようなため息を聞いて、忙しいのを承知の上で来てもらってよかったと思ったのだった。てめえら一体どこの組のもんだ？え？どこだって聞いてんだよ。二人は本物のヤクザの凄みに震え上がり、うまく呼吸もできないのか答えることができなかった。その様子を見て優斗が織田さんの前に出た。それはこれから署で聞くことにします。今のところはまだ警察の管轄です。任せてくれませんか？と織田さんに言うと、織田さんはうなずいて私を見た。まゆみちゃん、災難だったね。今度ゆっくり一人で飲みに来るから。織田さん、お忙しいのに呼びつけてしまってごめんなさい。ありがとうございます。いいんだ。俺の大切な組の名を汚すような真似した奴らを放っておけないからね。連絡してくれてありがとう。私に話しかける声とその表情はとてもヤクザの親分とは思えないほどの優しさだ。優斗に対しても、お前も立派になったもんだな。組対だって？あんなにチビだったのにすげえな。俺も捕まるならお前がいいな、と言って笑う。何言ってるんですか、小田さん。頼むから、あんたは捕まるようなことしないでくださいよ。俺はあんたのこと捕まえたくないんでね。ゆうともまた笑い返していた。捕らえられた二人はその後、ゆうとと他の警察官と一緒に警察署に連行。その様子を見て安心したらしい小田さんは私に、じゃあな、今度こそ飲みに来るから、と言って帰っていった。さて、今度こそ私も準備。そう思っていたのだけれど、どうやら私も事情聴取をしなければならなかったようで、
警察に行かないといけない。結局今日もお店はオープンできず、再びため息が止まらなかったのは言うまでもない。そのさらに次の日、3度目の正直とばかりにようやくお店をオープンすることができた。まゆみちゃん、おめでとう。遊びに来たよ。まゆみちゃん、本当によかったね。応援してるよ。頑張ってね。もともと銀座の高級クラブで働いていたのだ。私はそれなりに顔の広い方だと自負している。当時から懇意にしてくれている人たちも多く、その後は地元の人も通ってくれるようになった。ありがたいことにお店の経営はすぐに軌道に乗り、嬉しい悲鳴だった。そんな中、小田さんをあれ以来見ておらず心配していたある日のことだった。深夜になりお客様も少なくなった頃、ふらっと一人で小田さんがやってきた。小田さん、まゆみちゃん、こんばんは。こんばんは。どうぞこちらに座ってください。ありがとう。小田さんは昔からこうやって一人で飲みに来る。それは小田組の組長としてではなく、一人のお客様として酒を楽しみに来てくださるのだ。小田さんの顔を見て安心した私は、棚からある日本酒を取り出した。これ見てください。前に小田さんが好きって言ってたものがやっと手に入ったんです。小田さんと飲もうと思って大事にしまっておいたの。おお、それは嬉しいね。じゃあそれをもらおうかな。かしこまりました。笑顔の小田さんにうなずいて、私はグラスにそっと注いだ。今日来たのはこの間の二人のことで報告もあったからなんだ。報告？ああ、あの二人、佐々木と宮本というそこら辺のチンピラどもでね、どこの組織にも属していない、ただのヤンキー上がりの小物だったんだ。そうでしたか。小田さん曰く、あの二人は幼い頃から家庭環境に恵まれず、不遇な少年時代を過ごしてきたそうだ。不良の道に走ってしまい、中卒で定職に就くこともなく、家に居場所もお金もなく、日雇いのバイトで食いつなぎながら生活をしていたらしい。今回のことは一攫千金を狙って自分たちで計画したのだという。新規オープンの店、さらには店主は女、少し脅せば簡単に金が手に入ると思ったのだろう。しかし彼らは相手が悪かった。失敗に終わり、優斗たち警察に捕まったことで、今ではもうダメだと悲観して人生すべてを諦めてしまっているのだとか。愚かだと思うだろう。バカだと思うだろう。だけどね、そういうふうにしか生きられないやつもいるんだ。正しい生き方を教わってこなかったために、どうすることもできずに苦しんでいるやつもいるんだ。生きるためには愚かな方法を選ぶしかないやつもいるんだ。悲しいが、それが現実なんだよな。悲しそうな表情に胸が痛む。その背景を見れば、二人もまた被害者としての面が出てくるのはわかるものの、だからといって二人のやったことが許されるわけでもない。だからこそ、俺はあの二人が釈放されたら引き取ろうと思ってるんだ。小田さん、まゆみちゃんの言いたいこともわかる。だけど俺はあいつらのような行き場のない人間を放っておくことなんてできない。それに今手を差し伸べないと、行き場のないあいつらはまた犯罪を繰り返しやりかねん。それを防ぐ意味も込めて俺が責任を持とうと思う。その瞳には強い意志が感じられた。小田さんがもう決めたことなら私は何も言いませんね。ありがとう。
本当はヤクザなんかいない世の中になればいいんだけどな。しみじみとつぶやく小田さんは、酔いが回ってきたのか本音をポツポツと漏らす。あいつらみたいにこの世界でしか生きられないようなやつはまだまだ5万といる。だけど俺は自分の組を俺の代で終わりにしたいんだ。そのためには今うちにいるやつらを普通の世界で働けるようにしてやらなきゃならんし、あいつらのようなやつがいない町にしなきゃならん。そう繰り返す小田さんは、組長として凛としている姿とは違い、今はその背中がとても小さく見える。ただこの幸せを願う優しい父親にしか見えなかった。私は何も言わずにしばらく小田さんの話を聞いていた。実は小田さんは、私がまだホステスを始めたばかりの頃に初めて私を指名してくださったお客様だった。その時も私の状況に同情し、自分にはこれくらいしかできないけどと言いながら多くのお客様を紹介してくれた。生かすも殺すも真由美ちゃん次第だよ。本気ならいくらでも応援するから頑張れ。そう言ってくれたことは忘れられない。紹介してくださる方は、皆様ヤクザの世界とは関係ない方ばかりで、こうやって独立した今でもお客様として訪ねてきてくださる方がほとんどだ。小田さんの懐の深さや人脈の広さに感謝するばかりだ。小田さんのもとであれば、あの二人もきっと更生するだろう。そう思わせてくれる何かが小田さんにはあるのだ。そういえば優斗だったか、久しぶりに会ったらまた大きくなったんじゃないか。まさか、小田さん、優斗はもう立派に成人してるんですよ。とっくに成長期は終えてます。そうか、人の子の成長は早いって言うけどな、二人はなんとなく親戚の子みたいな感覚だから、余計に感慨深くなっちまうな。本当にその節は大変お世話になりました。感謝してもしきれません。俺がしたくて勝手にやったことだ。気にしなくていい。小田さんとは旧知の仲だけれど、子供たちには決して会おうとはしなかった。自分が反社会的勢力だということを自覚していたからだろう。私たちを応援こそすれど、迷惑は絶対にかけないからと言っていた言葉通り、息子たちの前には一度も姿を現せなかったものの、誕生日には毎年必ずプレゼントを送ってくれるなど支援はしてくれていた。子供たちからしてみれば、小田さんの存在はまるで足長おじさんのようで、会ったこともないし話したこともないけれど、手紙とともにプレゼントを送ってくれる小田さんという存在は子供ながらに大好きだったよ。今年も小田さんからプレゼント届くかな、なんて楽しみにしていた子供たちの姿が、つい昨日のことのように思い出される。だけどその後、優斗が警察学校に入り卒業するときに小田さんの正体を知ったらしく、それはそれは驚いてショックを受けていた。まさかヤクザだったとはと。血縁者でもないし、直接的に会ったこともなかったため、警察官になる過程で全く問題はなかったものの、優斗はしばらく優斗なりに悩んでいたようだ。しかし警察内部でも小田組は良心的な組だと認識されていて、さらに驚いたらしい。今の部署に配属されてからは気持ちに折り合いがついたのか、実際に小田さんに顔を合わす機会があり、自己紹介とともに今までのお礼をしたそうだ。小田さんは、そうか、お前あゆみちゃんとこの立派になったな、
と涙を流して喜んでくれたそうだ。今ではゆうとも他の組の情報を知りたいときには一番に小田さんに協力を求めるなど頼りにしている一面もあるようだ。まゆみちゃん、長居してすまなかったね。いいえ、ゆっくりしていただけてよかったです。私も久しぶりに小田さんのお話を聞けて嬉しかったですよ。そう言ってくれるのは昔からずっとまゆみちゃんくらいなもんだよ。小田さんは日付が変わってから席を立った。上着を持ちながら小田さんが袖を通すのを見ていると、ホステス時代が懐かしく感じられた。私の接客スタイルは、社長だろうが一般人だろうが芸能人だろうがヤクザだろうが、どんな方が相手でも一貫して同じ対応をすることが基本だった。仕事のことなんて忘れて純粋にお酒やお話を楽しんでもらいたい、すべてのお客様に満足してもらいたい、笑顔になってもらいたい、そう思い、どなたにも丁寧に接して温かいおもてなしをすることを心がけていた。それは一番最初に私を指名してくださった小田さんが、ここに来るときは仕事のことは忘れたいんだと言っていたことがきっかけ。その影響で今の接客スタイルが出来上がったのだった。私のところに来れば笑顔になれる、疲れを忘れて笑顔になって満足して帰る、それが何よりも嬉しかったのだ。このお店もそんな店にしたい。俺のことを色眼鏡で見ないと分かっているからな。やっぱりまゆみちゃんと話してるとすっきりするんだ。いつもありがとう。全部小田さんのおかげですよ。いやいや、俺を織田組の組長としてではなく、織田光一として対応してくれたのは真由美ちゃんが初めてでね、あの頃からずっと俺の心の拠り所みたいなもんだと勝手に思ってる。だから感謝してるよ。そんな、とんでもない。私にはもったいないお言葉ですよ。君は謙虚すぎる。たまには調子に乗ってみるのも悪くないぞ。じゃあまた来るよ。はい、またお待ちしております。ありがとうございました。笑顔で帰っていく小田さんを見送りながら、自分の信じてきたことは間違っていなかったんだと思い嬉しくなった。それから数年、私は変わらずお店を自分のペースで運営していた。まゆみママ、今日も来たよ。ありがとうございます。さ、座って。まゆみママ、こっちに熱燗もらえるかな。はい、ただいま。こんばんは。いらっしゃい。あら、お久しぶりですね。まゆみママに会いたくてね。席は空いてるかな。ええ、どうぞこちらへ。ゆっくりしていってください。常連のお客様も増え、今日もあっという間に満席になる。安定した運営を行えているのも、地元の皆様や昔からのお客様が支えてくださるからだ。そんな中、小田さんが2人の若者を連れて店にやってきた。ちょうど席も空いたためカウンターに案内する。すると小田さんが注文の前に私に声をかけてきた。まゆみちゃん、この二人覚えてるかい？え？あ、もしかして。そう、あの時の二人だよ。小田さんが連れてきた若者二人は、あの時ゆうとに引き渡したチンピラだった。どうやら本当に小田さんの組で面倒を見ているらしい。すっかり丸くなったように見える二人に、言われてみないと全く気がつかなかった。確か名前はなんだっけと首をかしげていると、あの時は本当に申し訳ございませんでしたと揃って頭を下げてきた。佐々木と言います。謝罪に来るのが遅くなってしまい本当にすみませんでした。俺は宮本と言います。
親父に拾われて、ずっとあの日のことを後悔してて、謝って許されることではないと分かっていますが、なんとお詫びすればいいのか、本当にすみませんでした。佐々木と宮本と名乗った二人、そういえばそんな名前だったとすっきりしながら、私はあの時と同じように二人にお冷やを出した。もう過ぎたことです。二人が小田さんのもとでしっかり更生してくれたならそれでいいので、もう気に病むのはやめてください。小田さんも気使ってくれなくていいのに。そういうわけにはいかんだろう。あの時の真由美ちゃんは本当に辛そうな顔をしてたからね。多分割られた花瓶がお気に入りのものだったからかな。そう笑ってみせると、二人は顔を真っ青にしてだらだらと冷や汗をかき始めた。冗談ですよ。ほら、小田さんが気に入っている日本酒があるんです。よかったら飲みませんか。あ、ちょっと真由美ちゃん、いくらなんでもその酒出さなくても。心の広い小田さんなら許してくれるでしょ。真由美ちゃんにはかなわないな。小田さんをからかいつつも二人に、たまにでいいからお二人もここに顔を見せに来てくださいねとお酒を注ぐと、二人は頭を下げて一口飲む。あ、でもあの時割った花瓶とグラスの代金の請求だけはきっちりさせてもらいますからね。え、そんな。二人はお酒を吹き出しそうになりながらも、今にも泣きそうな表情でおろおろしていた。本当は私も水に流したいけれど、あの花瓶は有田焼の有名な作者のもので、大胸が張るのだ。グラスもバカラだったし、一番目立つところに置く予定で、お店が繁盛するようにという願掛けの意味も込めて奮発したものだったため、あの時のショックと虚しさや切なさは計り知れない。そこだけはけじめの意味も込めてしっかり請求させてもらいたいのだ。そりゃそうだろう。真由美ちゃんのお気に入りのものを台無しにしちまったんだからな。ちゃんと自分たちで落とし前つけろよ。小田さんが高らかに笑い飛ばしていた。今日もありがたいことにスナックは多くのお客様でにぎわっている。やっぱりここで飲む酒は本当に美味しいよ。真由美ママが聞き上手だからかな。嬉しい。私でよければいつでもいくらでもお話聞かせてくださいね。これ以上話してたらネタがなくなっちゃうよ。またまた。実はもっとたくさん素敵なエピソードがあるんでしょ。その表情を見ればわかりますよ。え、そうかな。参ったな。立場も境遇も様々で、各々が複雑な背景を抱えている中で、全ての人が満足する接客というものは簡単なものではない。だけど、真由美ママ、また来るよ。今日はありがとう。美味しい酒と料理で元気出たよ。また話聞いてくれると嬉しいよ。ここは俺にとっては息抜きの場所みたいなもんだからさ。ありがとうございます。またお待ちしております。自分のできる限り皆さんが楽しい時間を過ごすお手伝いをしたい。これから先も笑顔があふれるお店にしていきたい。お客様がまた来たいと思ってもらえるようなお店にしたい。私はそう思いながら今日も笑顔でお客様をおもてなしするのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。君がいてもいなくても一緒だな。成果を上げられない社員なんて必要ない。君は今日限りでクビだ。それはあまりにも理不尽なクビ宣告だった。何十年も会社のために全力を注いできたつもりだけど、切り捨てられる時は想像以上に一瞬だった。しかし
その1年後。頼む、戻ってきてくれ。何でもするから。電話口でそんな都合のいいことを言う元上司。その言葉にげんなりしながら僕は言った。月200万円用意できますか。僕の名前は青木慎吾。今年で35歳になる社会人。新卒でゲーム開発会社に入社して以来、かれこれ13年間在籍している。主要な目的では一度も休んだことがなく、これまで真面目に勤続を続けてきた。最高にできるやつってわけではないかもしれないけれど、まあまあ仕事のパフォーマンスはいい方な気がしていた。仕事は好きだし楽しい。自分の性にも合っていると思う。何より職業柄やりがいを感じるタイミングが多かった。社会に尽くしているというプライドが自負となって自分の中に存在しているのだと思う。その心意気がどんなにしんどい仕事でも僕をバリバリ働かせるように奮い立たせてくれていた。しかしアプリの世界というものは絶えず変化しているもの。配信がスタートした後、しばらくは順調なものでも月日が経つとだんだん売り上げが落ちてくることもざらにあった。むしろそういった下降曲線を描くことが普通の世界だった。ではそんなアプリには明るい未来は待っていないのだろうか。売り上げが落ちたら最後、サービス終了を待つしかないのだろうか。答えはノー。そういうわけではない。アプリ開発業界にはテコ入れという修復作業が存在する。これによりアプリはリニューアルさせることが可能で、結果売り上げを V 字回復させることにつながるのだ。テコ入れ、これこそが僕の得意技だった。顧客の好みや購買行動を冷静に分析すること、その結果に合わせて大型アップデートを行うこと。自分で言うのもなんだが、僕は分析し改良することがとても得意だった。長い勤務の中で何度も何度も苦戦を繰り返した。それでも諦めず問題と向き合うことで多くのアプリの売り上げを回復させることに成功していた。こうしていつしか僕は再生の鬼と呼ばれるようになった。そもそもどうして僕がこの回復に尽力を尽くすようになったのかというと、それは会社の方針に理由があった。僕の会社は初期開発費の元さえ取ってしまえばそれでいいと考える会社だった。よほど売り上げが良くない限りサービスをサクッと終了にしてしまうのだ。つまり一つのアプリに愛情を持って長く育てるような会社ではなかったのだ。僕はそのやり方が嫌いだった。売り上げが伸び悩んでいるアプリにだって楽しんでくれているユーザーは必ずいる。その人たちがいる限りサービスを終了するなんてことは絶対にしたくなかったのだ。こうした考えが今の僕の仕事ぶりを構築した。一つ一つのゲームアプリの寿命を少しでも伸ばすために、いくつものアプリの売り上げの V 字回復に尽力してきたのだった。このアプリはまだサービス終了にしなくていいはずです。まだ持ち直せます。こうした自分の意見を上の者に対して忌憚なく述べることは日常茶飯。言うだけなら簡単なものだけど、言うからにはそれ相応のことができる自信が僕にはあった。そんなところをやる気があるとみなす上司は多かった。いつもよくしてくれている上司やお世話になっている先輩からは常に、さすが大きい、いつも頼りにしているぞと言われていたし、社内の偉い人から褒めてもらえることもしばしばだった。しかし逆に僕の仕事に対する姿勢を鬱陶しいとみなす上司がいたのも事実だった。実際同期の一人が飲みの場で、青木が邪魔だというのを聞いたらしい。詳しく話を聞いてみると、ある上司がどうにかして蹴落としてやりたい、
という旨の話をしていたというのだ。それを聞いた僕はなんだかやるせない気持ちになった。ただ会社に自分のできることを最大限還元したい、その一心で仕事に向き合っているだけなのに、どうしてそんな敵意を向けられるのだろう。落ち込んでいる僕を見て同期は、気にすんな、みんな青木の仕事の能力に嫉妬してるだけさ、僕らは青木がいてくれなきゃ困るよ、との慰めの言葉をくれた。お世辞かもしれないけれど、自分を分かって評価してくれる仲間がいるのはとてもありがたいことだと実感した。こうした僕のことをよく思っていない人たちの中で群を抜いているのが専務だ。それは僕の目から見ても明らかなものだった。彼の言動からはどうにかして僕を会社から追い出したいという願望が随所随所で見て取れた。そしていつしか僕はこの専務から理不尽な叱責を受けるようになった。ある時、残業が多すぎるとの叱責を専務から受けた。そう言われたから仕方なく残業を減らしてみた。すると次は、残業しないからこんなに修復に時間がかかっているんだ、仕事が遅いんだよ、迷惑だと言われてしまった。またある時は部下の一人が辞めるということに対して、お前が部下の管理能力が低いからこんなことになるんだ、大事な戦力をどうしてくれるんだ、ったくお前が代わりに辞めろよと言われた。そもそもこの人たちは寿退社だったり、田舎の実家に戻るといった普通の理由での退社なのだ。僕がどうこうできるものではなかった。それにもかかわらず何かと理由をつけてチクチクと嫌味を交えた叱責を繰り返された。嫌っている僕とは反対に専務には可愛がっている部下がいる。課長の浅井だ。浅井は専務と出身大学が同じという理由だけで特に目をかけてもらっていた。浅井課長は僕より少し先に入社した先輩だ。明るくて仕事もそつなくこなす。しかし残念なことに彼は専務と一緒になって何かにつけて嫌味を言ってくるようになった。お前は得意なこと以外は全然大したことないんだな、そんなんだから専務から見放されるんだよ、お前のためを思って言ってるんだぜ、このままじゃいつかクビにならないか心配だわ、クビになったらどうする、この時代クビなんてきついぞ絶対。浅井課長からは僕のためを思って言っていますよっていう体で日々こうした嫌味を繰り返し言われていた。でもだからといってどうすることもできない。どんなに理不尽な言われようでも上司の言葉として受け入れるしかなかった。そんなある時のこと、我が社にとってとんでもない事態が発生した。経験の浅いリーダーが指揮を取っていたプロジェクトが失敗してバグだらけのアプリをリリースしてしまったのだ。プレイをしていたら突然画面がフリーズしてしまったり、ストーリーの音声が出なかったり、バトルのポイントが正確に計算できていなかったり、文字化けだってそこら中で発生していた。こんなバグだらけのアプリは当然のごとくユーザー評価が最悪、クレームはもちろん課金してくれるユーザーなんて全然いなかった。これはきついな。再生の鬼と言われるほど執念深くアプリの回復に努める僕から見てもこのアプリの状態は非常によろしくなかった。回復の見込みは立てられない。解決しなければならない問題が山積みだった。そう思っていた矢先、僕は専務に呼ばれた。青木、お前の唯一の得意分野を生かす時が来たぞ。と言いますと、嫌な予感がした。下り顔でこちらを向く専務の口角が嫌に上がっていた。あのバグまみれゲームアプリのテコ入れだ。お前にチームの責任者を命じる。待ってください、あのアプリは。文句あるのか？いつもの調子はどうした？テコ入れができなきゃ
お前の意味ないじゃん。しかし、頑張ってくれ、再生の鬼くん。もはやこれは命令だった。専務の口調からは断れる余地なんて微塵も感じられなかった。あげく専務からは、このバグ修正を1ヶ月で完了させ、その上黒字にしろ、という無茶な要求までされた。そもそもこのアプリは僕とは関係のないプロジェクトだったはず。それなのに専務にとんでもない責任を押し付けられてしまったのだ。もう決定事項となってしまったテコ入れ。嫌だ嫌だと言ってられないので、僕は持ち前の分析力で改めてあのアプリを分析してみた。しかし困ったことに、見れば見るほど修正箇所の多さが目立つ仕様だった。これは単純な修正だけでは済まないはずだ。基本設計から見直す必要があるのかもしれない。そのためには1ヶ月という猶予はあまりにも短すぎる。僕はテコ入れを受け入れる代わりに納期について打診を行うことにした。ノックをした後、専務の部屋に足を踏み出す。いつもながら肌に合わない空気感がまとわっているのを感じた。専務、テコ入れの件ですが、基本設計から見直すことにします。そう、いいんじゃない、よろしく。専務は、だから何と言いたげな様子でこちらを向いていた。僕は意を決して言葉を続ける。そのためには日にちが足りません。黒字化まで半年の時間をください。うん、そんなに待てるわけないだろ。1ヶ月だ。1ヶ月で黒字だ。期待も虚しく、結局僕の要望は全く聞き入れてもらえず一周されただけだった。仕方なく1ヶ月で可能なところまで修復を進めることにした。平日の勤務時間外も土日も会社に泊まり込んで、僕と部下たちは懸命にバグの修正と戦った。一緒に土日を返上しながら必死に修正を行ってくれる部下を見ていたら、こんな無茶な要望をしてくる専務に心底腹が立った。同時に共に頑張ってくれている部下には申し訳なさでいっぱいだった。ごめんな、僕のせいでこんな苦労をかけて。いたたまれず一度謝ってみた。すると部下たちは、なんで青木さんが謝るんですか。そうですよ、悪いのはこんなバグばっかりでリリースしたチームとバカみたいな納期を設定した人です、と声を揃えて言ってくれた。迷惑をかけているのは事実なのに、一切責めてくることなく黙々と作業を進めてくれる部下たち。こんな言葉をかけてくれる彼らの存在は、専務からの嫌がらせを受ける僕にとっては本当にありがたいものだった。そしてついに約束の時、僕たちの血の滲むような勤務の末、派手なバグの修正はすべて完了した。これだけで一般的にはかなり異様なことだ。しかしできたのはそこまでだった。やはり要求に対しての時間があまりにも短すぎたのだ。結果としてこのアプリは黒字化まではとても手が回らなかった。専務に言いつけられた命令は半分達成できない状態で1ヶ月が終わってしまった。おい青木、アプリを黒字にさせられなかったことが明らかになると、当然専務は僕を呼び出した。専務の部屋に向かう足取りが重い。何を言われるか、どんな嫌味を言われるかを考えるだけでも胸が痛くなるようだった。青木、何なんだこのざまは。すみません、しかし。あのさ、しかしもクソもないんだよね。わかる？この世界、結果が全てじゃん。結果が伴わなきゃ意味ないだろ。そうだろ。椅子にふんぞり返りながら専務が言う。この日の叱責はいつもと少し違う印象を受けるものだった。専務の口調と表情からは怒りだけではなく、
あざけりが感じられた。再生の鬼だなんて言われてるけどさ、結局できなかったな。言葉に詰まる。何も言えないでうつむく僕に対して、専務は言葉を続けた。君がいてもいなくても一緒だな。さすがに今回の案件は無茶です。黒字までは半年の時間が必要だと言ったじゃないですか。与えられた時間内にクリアできなかった分際で文句なんかあるか。時間は有限なんだ。当たり前のことだろ。ですが、さすがに言い訳なら無用だ。そう言いながら専務が勢いよく立ち上がる。そして、お前はもうクビだ。突然の言葉に頭が真っ白になった。きつい叱責と嫌味には覚悟していたけれど、まさかクビを宣言されるなんて全く予想していないことだった。ちょっと、どういうことですか。決まった成果を上げられない社員だぞ。会社には必要ないだろ。今日をもって青木慎吾君はクビです。もう来なくていいぞ。専務は勝ち誇った高らかとした顔をこちらに向けていた。この様子を見るに、この無茶な案件は専務が僕を追い出すために与えた特別な任務だったのだろう。もういくら何を言っても聞き入れてもらえない。僕の首が覆ることはなかった。こうして僕は結局長年勤務を続けた会社をクビになった。入社以来勤続で一生懸命会社に尽くしてきたつもりだったのに、こんな宣告はあまりにも理不尽だと思った。けど正直、心のどこかにもうこんな会社で過ごすのは限界だと感じていた自分がいたのも事実だった。そう思っても悔しさが消えることはなかったが、もう何を言ってもダメなことが分かっていたから、反論するのもバカバカしくなって、この宣告を受け入れることにした。また一からやり直そう。自らに活を入れ、僕は転職、新たな一歩を踏み出すことにした。どこか清々しさを感じる新しいスタートだった。新しい会社に勤め始めてから1年が経とうとした頃、僕は仕事の内容にも慣れ、自分の得意分野を伸ばしながら順調な日々を過ごしていた。この日も定時で退勤した後、スーパーに寄って買い物をしてから家に帰った。仕事終わりのビールのお供に簡単なおつまみを作っている時、ふとスマホの画面が目に入った。何やらいつもと違う液晶画面。よく見てみると、昔の会社から鬼のような留守電やら着信履歴が入っていた。何なんだろう。今さら話すことなんてあるだろうか。連絡を取る気はなかった。でも大量の留守電が入ってるのを見て、一件だけ聞いてみてもいいかと思った。再生ボタンを押そうとした瞬間、あ、青木か。タイミングを同じくして再び着信があったようだ。運悪く僕は電話を取ってしまっていた。電話の相手は専務の腰巾着だった浅井からのものだった。お久しぶりです。青木、頼む、会社に戻ってきてくれ。は？会社が大変なんだ、頼む。話を聞くと、どうも浅井たちの会社では一旦アプリの売り上げが落ちてしまうと、それを回復させられる人がいないことが問題となっているらしい。いわゆるテコ入れができる技術者がいないのだ。作っては壊し、作っては壊し、相変わらずな会社のやり方で全体の業績も悪化の一途なのだという。戻る気はありません、そうお伝えください。そう浅井に伝えたところ、今度は専務が直々に電話口に出た。青木、もう聞くのも嫌な声。前の会社でこの人に言われた数々の叱責を思い出して気分が悪くなった。しかし電話口の専務はかつての嫌みったらしい口調ではなく、明らかに焦りをにじませていた。青木、無茶な理由でクビにした俺が悪かった。
何でもするから戻ってきてくれ。理不尽に追い出しておいてどういうつもりだろう。散々僕がしてきたテコ入れに遅いだの意味がないだの文句をつけて、挙句クビにしたくせに、今さら戻ってこいなんて都合が良すぎる話ではないだろうか。なんなら戻ってきてくれたら前よりいいポストを用意してあげてもいいんだ。では月200万円で。は？月200万用意できますか？僕の言葉に電話口の専務は押し黙る。それ以上は何も言えなくなってしまった。実は僕が会社をクビになったことはあっという間に業界内で広まったのだ。再生の鬼という二つ名は業界内でそこそこ有名なものだったらしい。それがフリーになったということで、ありがたいことに競合各社が争奪戦を繰り広げてくれたのだった。実際クビになった僕の元には何件ものスカウトが来た。その中でも一つ一つのアプリゲームを大事にするサンライズ社に就職を決めた。ここはアプリを簡単にサービス終了することなく長く育てることで有名な会社だった。僕はサンライズ社でも自分にできることを最大限発揮することを心がけた。僕の価値観と合うこの会社、ここではこれまでよりも何倍もテコ入れに予算をかけられる環境が整っていた。それを生かすべく転職直後に張り切って指揮したプロジェクトでは驚異的な V 字回復を成し遂げることに成功。勢いそのまま1年の間に立て続けに3本のアプリの V 字回復を成し遂げることができた。こうした僕の功績はすぐに評価された。会社は僕の働きに見合う対価を出すと言って入社早々から役員待遇を提示したくらいだ。その結果が月給200万という大飛躍をもたらしたのだった。僕はこの会社では自分の考え方を認めてもらえるようですごく居心地が良かった。こちらも給料としてもらう分に相応した働きをしたくて、今までにも増して一層再生の鬼としての腕を磨くことに尽力した。平日は会社では開発の指揮を、土曜または日曜には全国を飛び回ってイベントに登場、時折雑誌などでインタビューを受けることもあった。内部から表舞台まで幅広くのびのびと働けることは僕の仕事人生においてかなりの経験値につながった。新しい体験を重ねられることに今まで以上の意欲と興奮を覚えずにはいられなかった。そんなこんなで僕の転職ライフは言葉では言い表せないくらい充実して忙しい日々の連続だった。充実した忙しさの中に幸せがあって、それをかみしめることで毎日満たされる心地だった。しかし時として意欲と気持ちだけでは乗り切れないことが起こるのが現実なのかもしれない。ある日の土曜日、日頃の忙しさで疲れが溜まっていたのだろうか、起きた時から体のだるさを感じていた。しかしこの日も例のごとく地方でアプリ開発に関するセミナーの講演会に呼ばれていたのだ。これは会社の宣伝にもなる大事な仕事だ。何より僕のセミナーを聞きに来てくれる人のためにも講演会に穴を開けるわけにはいかなかった。重たい体にカツを入れ、いざ講演会へ。壇に立ちトークを始めると少し気分がマシになるようだった。会場の9割ほどを学生が占める会場で、再生の鬼は開発したアプリを大事にする極意を説いて回った。それではこれにて講演会を終了いたします。お越しくださった青木慎吾さんに今一度拍手をお願いいたします。終了時刻を迎え、司会進行のフリーアナウンサーが観客に呼びかける。彼女の言葉により会場は大きな拍手に包まれた。その拍手を聞きながら壇から降りる。うう、よかった。無事なんとか乗り切れたぞ。退場しながら安堵感でいっぱいだった。その時、安心して気が抜けたのか、急に強いめまいに襲われたのだ。
なんとか舞台袖まで降りると、そのまま座り込んでしまった。気分が悪くて頭を抱えながら回復を待つ。頭がフラフラし、体中の血液がスーッと引いていくような感覚だった。すると、大丈夫ですか?と心配そうな様子で誰かに声をかけられた。その人は僕の体を支えながら優しく背中を撫でてくれていた。ありがとうございます。少し立ちくらみが。そう言いながら横目で確認すると、それはさっきまで一緒に舞台の上にいて司会進行をしてくれていたフリーアナウンサーだった。めちゃくちゃ美人だ。体調が悪いながらもそんなことが頭をよぎるくらい本当に綺麗な顔立ちをしていた。しかし不思議なことに、僕はその顔に見覚えがあった。なぜだろう、知り合いか?そう思いながら端正な顔立ちをもう一度よーく見てみる。間近で見るとすぐに分かった。彼女は高校の同級生、しかも誰もが憧れる学校のマドンナ的存在の近藤真由美だった。公演中にも自己紹介は行われたはず。でも僕は演説内容のことで頭がいっぱいだったのと、疲れが溜まっていたのも相まって、この瞬間まで全く気づかなかった。歩けますか?私の肩、使ってください。近藤はそう言い、僕の体を支えながら楽屋まで連れて行った。楽屋に着いた後は、僕を椅子の上に座らせた後、急いでお水を買ってきて渡してくれた。幸い、少し休むと体調はある程度回復したようだ。頭痛は少し残っているものの、めまいはなく、手先など体の感覚が戻ってきていた。ありがとうございました。助かりました。心配そうな表情でこちらを見ている近藤に声をかける。もう大丈夫ですか?はい、マシになりました。ありがとう、助かりました。僕の言葉を聞いて少し表情を緩めた彼女は、どういたしまして。でも、あまり無理なさらないでください。と言いながら、微笑みを返してくれた。あどけなさを感じる表情からは、学生時代を彷彿とさせられた。彼女の優しい言葉と気遣いにお礼を言い、その日は連絡先を交換して家に帰った。先日はお世話になりました。すごく助かりました。ぜひ一度お礼をさせてください。後日、こうしたメッセージとともにメールを送り、近藤を食事に連れ出した。実は僕は高校時代、近藤に片思いしていた。しかし彼女は学校のマドンナ。高嶺の花すぎて声すらまともにかけれなかったのだ。十数年経ってからの再会でも、彼女からは圧倒的な美貌と品格を感じた。今でもかなり魅力的な女性だった。懐かしい。生徒会長元気にしてるかな。東京長いもんな。 SNS じゃ元気な感じするけどね。たまにはまた集まりたいね。じゃあ司会はやっぱり近藤さんに決定だな。二人でのディナーはいい感じに進んだ。懐かしい思い出話に花を咲かせた後は、お互いの仕事の話になった。お互いそれぞれの部門のことは全くの初心者だけど、目新しい話に話題が尽きることはなかった。今日は本当にありがとう。久々に懐かしい気持ちになれて楽しかった。いやいや、こちらこそ。この前助けてくれたのもありがとう。嬉しかった。それに、ん?最後、口ごもってしまった僕に、彼女が不思議そうな顔を向ける。近藤さんとこうして会話できることが嬉しい。学生時代の僕が見たら、びっくりするはずだよ。もう、そんなことないって。確か高校の時はあんまり話してなかったけど、私は講演会の日、すぐに分かったよ。本当に?当たり前じゃん。まさか、マドンナ的存在の彼女が僕を覚えていてくれたなんて。あまりの嬉しさに舞い上がる心地だった。
ところで、青木くんは私のこと気づいてた？クリッとした瞳で上目遣いをしながら、いたずらげに聞いてくる彼女。そのおどけた様子もすごく可愛くて、僕は当時の状況のことを素直に話すことにした。実は気づかなかったんだ。あの時は講演会の内容で頭がいっぱいでさ。やっぱりそんな気がしたよ。でも気づいてくれてありがとう。優しく笑いながら口元を拭う彼女を見ていると、おしゃれなイタリアンを予約してよかったと思った。明るくキラキラした店内で笑う彼女は本当に眩しく、誰よりも素敵だった。この日から僕たちはたびたび時間を作ってはデートを重ねた。身に余るほど光栄なことなのだが、好意を持っているのは僕だけでないのはすぐに分かった。一緒にいるとドキドキするのはもちろんなのだが、何より心地がいい。お互いの空気感が合っているのを感じた。そして何回目かのデートの後、夜景の綺麗な橋の上で僕は彼女に告白をした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。そう言いながら満面の笑みで手を握ってくれる彼女。僕らはごく自然な流れで付き合うことになった。憧れだった人が彼女になって仕事も順調。そんな絶好調な僕とは反対に、元いた会社は経営赤字がどんどんひどくなっていたようだ。最終的には僕に連絡が来てから1年と経たずに倒産してしまった。会社に戻る気は全くなかったが、倒産を願っていたわけではない。特にあの過酷な要求を共に立ち向かってくれた若い技術者たちの現状を思うと胸が痛んだ。彼らのために僕にできることはないだろうか。そう思って元同期にそれとなく現状を聞いてみた。すると回答はことのほか意外なもので、元同期を含めてほとんどの技術者は三々五々別の会社に転職することに成功したのだと教えてくれた。しかし役職者や事務方は困っているようだ。なんといっても問題となるのは年齢。年のいっている役職者たちはなかなか次の転職先も見つからず困っているらしい。元同期曰く、転職先が見つからないのは専務も同じだという。しかも家で家事もせずにブラブラしていたところ、奥さんに熟年離婚を言い渡されてしまったそうだ。浅井は浅井でなんとか転職先が決まったそうだが、そこでは引き立ててくれる上司もおらず、馴染むのに苦労しているらしい。僕もさすがに元重役を相手にどうこうできる立場にないし、専務に至っては何かをしてあげる義理もない気がして、手の差し伸べようがなかった。ただ僕にできることは、同期や部下、懸命に仕事に取り組んでいる人が嫌がらせのない職場でのびのびと働けることを祈るのみである。また僕の勤めるサンライズ社は変わらず順調な業績を続けていた。一つ一つのアプリを長く提供する姿勢がユーザーにも愛されているのだ。そして僕はというと、売上の下がり気味なアプリからアプリへと飛び回って、相変わらず回収作業に精を出していた。そして嬉しいことに、アプリ開発者からの感謝の声がしっかりと僕たちのチームに届くようになった。このチームの回収のおかげでまたアプリの寿命が伸びた。ユーザー様に楽しんでもらえる時間が伸びた。ありがとう。苦労して生んだアプリは我が子のようなものです。それをこんなに大切にしてもらえて感謝しかありません。こういった声を直にもらえることは何よりのモチベーションにつながった。自分の働きが会社を通して誰かのためになっている、そう実感できることがこの会社に転職してからすごく多くなった。僕の信念も間違っていないと言われているようで、素直に嬉しかった。彼女の近藤真由美とは今もうまくいっている。近々彼女の誕生日に合わせて席を入れるつもりだ。僕も日々忙しいが、
彼女は仕事柄特に土日が忙しい。お互い多忙な身で休みを合わせるのも難しい現状だ。でも今は結婚して一緒に暮らすのが楽しみで仕方がない。結婚生活というのは一体どんなものだろうか。どんな楽しみと苦労が待っているのだろうか。僕の仕事は一つのアプリに対して真摯に向き合い長く使えるようにすることだ。長く大切にすることは僕の得意分野だ。一つのアプリを愛するように一人の人だけを長く愛し続けることにおいては誰よりも自信がある。愛する彼女を必ず幸せにしてみせる。彼女と一緒に歩んでいくこれからの人生が笑顔の絶えないものになりますように。でもそのためには数十年後僕も仕事だけじゃなくてちゃんと家事もしなきゃいけないな。掃除も家事も奥さんをいたわる気持ちを忘れてはいけない。そこだけは西尾専務を反面教師にさせてもらおうと思ったりしている今日この頃なのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。